ワヒアワである。島の二つの火山に挟まれた高原に位置する。アイアワはハワイ語で騒がしい人々の土地を意味する。人口は2010年の国勢調査で17,821人であった。ハワイでは故障や貯水地は気象であるが、ワヒアワは三方をウィルソン湖に囲われている。町への出入りは町を南北に縦断するカメハメハハイウェイで、 ウィルソン湖に架か,かる二つの橋のいずれかを使う。かつて、湖の外周を軍事基地や農場で囲われていたが、都市化が進んでいる。中部平野の南部から開発が進んでいる。現在もなお、スコフィールドバラックスやウィーラー陸軍飛行場、東演習場といった重要なアメリカ陸軍が南東急にある。ワヒアワは、海軍の太平洋地域コンピューター及び、 遠距離通信機関局の本拠地でもある。ワヒアワの ZIP コードは96,786と96,857である。ワヒアワは北緯21度30分9秒整形158度一部23秒、北緯21.50250度整形158.02306度。 21.50250-158.02306、21.502574-158.022938 21. に位置する。ワヒアワからノースショアへ向かう車両ルートとしては、ハレイワへ向かうカメハメハハイウェイとワイヤルアへ向かうカウコナフアロード沿線であり、最終的に町の北西にあるカメハメハハイウェイとカウコナフアロードの両方に、 接続する道路となっている。カメハメハハイウェイが、ウィーラーを経由して、ミリラニタウンまで南に伸びている。また、週間高速道路 H-2 は、カメハメハハイウェイの交差点付近のウィルキナドライブまで伸びており、渋滞を回避して、ミリラニに向かう南ルートであり、週間高速道路 H-1 によって、パールシティとホノルルまで接続している。国やロードが、 スコフィールドとウィーラーの間を抜けて、クニアからワイパフまで広がる平野の西側の農地に沿って伸びている。米国国勢調査局によると CDP の総面積は2.4平方マイルがあり、西ワヒアは眺めながらスコフィールドバラックスを見渡すことができる。ウィルソン湖はハワイで2番目に大きな貯水湖である。湖はワヒアワの北にある ドールフードカンパニーのパイナップル畑などのノースショアにまで渡る農地の考えに用いられている。2000年の国勢調査では16,151人5,376世帯3,956家族が CDP に居住していた。人口密度は7,642.8人平方マイル。 5900戸の住宅があり、平均密度は2791.9戸、平方マイルであった。CDP の人種構成は11.31%が白人、2.02%が黒人、またはアフリカ系アメリカ人、0.32%がネイティブアメリカン、45.77%がアジア系アメリカ人、9.62%が パシフィック系1.83%がその他の人種29.14%が根結11.00%がヒスパニック系ラテン系であった31.3%が18歳未満の子供が 31.3%49.2% が夫婦共働き18.0%が夫の存在しない女性世帯主があり 26.4%は非家族であった。全世帯の21.9%は独身世帯であり、10.5%は65歳以上のが一人身で生活していた。平均世帯人数は2.97であり、平均家族人数は3.45であった。CDP の人口内訳としては、18歳未満が26.1%、十八歳から十四歳。 までが8.6%、25歳から44歳、までが26.6%、45歳から64歳、までが19.9%、65歳以上の人は18.8%であった。年齢の中央値は38歳であった。女性100人に対し男性94.6人の比率であった。18歳以上では女性100人に対し、 男性91.4人であった。CDP の家計の平均収入は41,257ベイドル。家族の平均収入は46,524ベイドルであった。男性の女性の平均収入は32,018ベイドルであったのに、対して女性の場合は25,287ベイドルであった。CDP の1人あたりの収入は16,366ドルであった。 人口の16.7%、家族の13.5%が貧困線以下であった。総人口のうち18歳未満の人の23.8%、65歳以上の9.9%が貧困線以下の生活を送っていた。ホノルル警察はワヒアワ市長を運営している。アメリカ国防情報システム局が運営するリジウム。 衛星電話ネットワーク用の人工衛星ゲートウェイがある。ハワイ州議会では、ワヒアワは、下院第39選挙区、上院第22選挙区に属する。ホノルル市議会では、ワヒアワは、第2地区の一部である。ハワイ州教育省が、公立学校を運営している。CDP 内には、イリーヒカーラ・サミュエル・ケース・ロロマン・ワヒアラに小学校がある。メジャー・シェルドン・ハーレーが、 CDP 内にあるが、ワヒアラ中学校は CDP に隣接している。レイレイフは、ハイスクールも CDP 内にある。小学校、ありがとうございます。